失礼します。店長、お久しぶりです。あー、北口くん、久しぶりだね。すいません、2週間も休みもらっちゃって。お店の方大丈夫でした？あー、全然大丈夫だよ。え、今日帰ってきた？あ、そうなんですよ。これ、お土産です。あー、ありがとう。なんだっけ、バックパッカーだっけ？そうなんです。どうだった？本当、最高でした。マジ、人生観変わりました。向こうの人って、人も文化も価値観も全然違くて、いやもう店長も絶対行った方がいいですよ。本当に人生変わりますから。いや、そう。え、どこ行ってきたの？蒲田です。蒲田？はい、蒲田、東京の？東京の蒲田です。君、東京の蒲田に2週間行ってきた？はい、本当人生が変わりました。蒲田じゃ人生が変わんないと思うよ。変わるんですって。まず蒲田って発展途上国なんです。違います、ちゃんとした街よ。いまだにスラム街もいっぱいありますし、お世辞にも裕福とは言えないけど、だけど、だからこそ現地の人は毎日毎日一生懸命頑張ってるんです。力強い偏見。いやでも、蒲田で2週間も何してたんだよ。え、現地の人と生活を共にしてました。何現地の人って？現地の人って本当に気さくで真面目なんですよ。時間も絶対守るし、朝も早いし、職場には毎日ちゃんと行くんです。いやでもそれはもう当たり前でしょ、そんなこと。いえ、9時半にはみんなちゃんと整列して、整理券もらって10時になったら一気に入っていくんです。パチンコか？パチンコの可能性あるな、整理券つってたし。でも本当は辛いこともありました。基本的には言葉は通じるんですけど、やっぱ言葉の通じない人もいて。いや、そんな人いないでしょ。東京だから誰でも通じる。いや、本当なんですって。僕がホテルどこですかっつったら、日本の政治は狂ってるって大声に言われた。その人は通じないよ。あまりにレアキャラだな。その人は誰も通じない。でも辛いこともあったけど、やっぱ行ってよかったなって思うんです。蒲田駅の歩道橋から見えるドンキの看板に夕日が差し込むのって、自分でちっぽけだなって。すいません、ちょっと思い出しちゃって。君、感受性バグってんの？それ本来グランドキャニオンとか見て言うやつ。あの、ちょっといい？あの、蒲田ってそんな町じゃないから。あの、普通の町。あの、僕あの蒲田出身だから知ってるから。店長、蒲田出身なんすか？え、そうよ、そうよ。キモい、キモい、キモい。え、じゃああれっすか、寝る時も財布ポケットの中に入れたまま寝るんすか？そんな風習ないっすよ。蒲田って何だと思ってんの？失礼なやつだな。あ、店長すいません。え、あと2週間休みもらってもいいですか？なに、また蒲田行くの？いえ、今度は赤羽です。かわいいやつだな。どうもありがとうございました。